まあ、今日はですね、一体大学がなかったりとか自分がこうやりたい勉強がなかったりするときにおすすめしたい大学を紹介したいなと思います。今回紹介するのはリベラルアーツ学部とか、まあ、教養学部って言われてるもん。聞いたことある、はいはい、文系も理系も両方学んで、で、まあ、2年生とか3年生になって学年が上がった時にこう、まあ、一通り学んで自分がよりこう専門的なところをより学んでいくみたいな。やりたいと思っててもね、すぐ変わるもんなんでね、なんか人間って本当に。あとね、入ってみたら違ったとか結構あるんでね。何でもありますもんね、本当にね。会社も入ってみて、あれみたいな、ちゃうやんみたいな。フィリピン女学院、はい、埼玉大、神田外語に千葉大がそれぞれあります。特にあの神田外語大が結構熱くて、まあ、3週間の、はい、まあ、短期留学と、まあ、半年間の、ね、うん、アメリカ留学が必須になってて、で、まあ、他の大学もあの、まあ、文系、はい、理系にあまりとらわれずに、まあ、全体的に学んで、うん、より、専門的なことを学んでいこうというシステムになっているので、うん、あの進路選択に悩む方はこういう選択肢もありかなと思っております。関西はこんな感じになりました。関西は、ね、ちょっと女子大が多かったですね。4つ中3つが女子大なんで、ちょっと神戸女学院、あと同志社女子、うん、あとまあ京都女子と、うん、まあ、あと、あのこれは共学ですけど手塚山学院大学で、まあ、これはもうリベラルアーツ学部ってことで、手塚山学院はもうあの半年間英語圏か韓国に、もう留学が決まってて、半年。ああ、そうなんですね。はい、でその事前準備として、まあ、3週間こう、まあ、英語だったり韓国語を、はい、まあ、その現地で学べるようなシステムにもなってます。おー、あ、そうなんですね。なるほど。だからまあリベラルアーツでね、全般的にいろいろ学びながらもその海外に行って、うん、まあ、視野を広げるみたいなことが、うん、まあ、この手塚山学院だとできるって感じ、うん、いいっすね。身内の話ですけど、あ、芸術の歴史が学べるようなところに行ったはずなんだけど、全然やりたいこと違ったみたいなことがあったらしくて、まあでもかっちりやっぱりしてる大学だったから、もうあのそれをこう4年間やり続けるしかないっていうことで、そうそうそう、まあ、不満とまで言えないですけど、なんかあちょっと違ったなみたいな。リベラルアーツはいいなと思いますね。国際キリスト教大、まあ、ICU ですね、はい、オービリン大でしょ、はい、オービリン大、あと玉川大、東京女子、あと精神女子大の、まあ、5つありました。女子大多いね。やっぱなんかこういうのやっぱ人気なのかもね、女の子には。なんかこうみんなこう海外行きたいって行くじゃないですか、行く人は行くじゃないですか。でもやっぱ僕みたいなこうやっぱり内気な人間とかですね、あのやっぱね、自分一人で海外にこう、ね、行く計画をして行くなんてそういうこうやっぱ勇気はないんで、学校にこうやっぱケツをね叩かれていく方がまあまあいいかなっていう。なんかやっぱり海外行ったら行ったら行ったでね、すげえ楽しいと思う、楽しいと思うし、いろいろ本当にこうなんか刺激受けるし、文化が違う分ものの見方とか全然変わるはずなんで、いやもうあの大学のこうあの後押しを受けてね、あ、行ってみるっていうことも大きなチャンスだと思うんで、まあ、僕もちょっとオービリン大学この今の日本の力、俺もちょっと派遣させてくださいと、俺も派遣してくれと